よく言われますけど、ニューギニア戦の場合には、まあ、主に転身転身でジャングルの中を何ヶ月も歩き、そして食べ物がない、病気にはかかる、鉄砲を一発も撃つことなく亡くなっていく方が、まあ、8、9割はもうそういう死に方ですよね、ニューギニア戦は。だから、まあ、ものの本によれば犬死にだということを表現書いてる人もたくさんいると思いますけど、やはりニューギニア戦ということで見た時にはやはり、どうでしょう、死んだ人たち犬死にですかね、あれは、うん、死んだ青年たちは。だから亡くなった人はね、何のためにあれしたのかなっていうような気持ちはあるでしょうね。まあ、私ら自分はもう何も考えないでとにかくくっついていくだけでしたけどね、命令に従っていくだけでしたけど、戦争を通じて石井さんが学んだこととしてですね、どうしたら戦争は防げると思いましたか。思いましたっていうのは今思うのか。そうね、まあみんなお国は違うけども、まあ仲良くしてもらいたいですよね。まあ戦争のあんた殺し合いなんていうのは本当に嫌、ですな。どっちにしても嫌ですよ。避けられるものですかね。どうでしょう。いや、どうでしょうね。いまだにその第二次大戦後も世界各地でいろいろ小さい紛争、大きな紛争ありますけども、どうも人間というのはやっぱり一回戦って殺し合わないとこう反省しない生き物のような感じがしますけど、ね、だけど、まあ、今みんなその話したら分かるだとかなんて言うけども、結局は話し合いがつかなければ 武器であれするようになっちゃうからね。だから今おっかないのはさ、あれじゃないですか、北朝鮮がああいう原発なんか作ろうとなんかしてる、それを阻止しようとしたってさ、アメリカにだって止められないんじゃないですかね。向こうは向こうで言い分があるんだから、自分たちは国を守るためにはやっぱりね、対抗するものを作らなくてもっていうあれがあるんだからね。日本はそれを放棄しちゃったからいいですよ、まだ。でもあれだけ多くの、まあ、ニューギニアだけでも、まあ、約ですけど20万近くの、人間が死んで、全地域でいけば300万個数人間が、まあ、死んでですね、でやっと戦争が終わったんですけども、やっぱり経験というのは二度とやはり戦争を起こさないという教訓にしなきゃいけないと思うんですけども、そうですね、まあ、それできますかね。でも今の若者たちは分からないからね、今知らないですよね。そうだから今の政府がしっかりしてくれないと、政府の言うなりになるかもしれないからね、若者は。と同時に先ほど石井さんおっしゃった通り、話し合いで解決するのは一番だけど、話し合いで解決できないその問題っていうのもこの世の中にはたくさんありますか、出ますからね。出ますね。どうなるかわからないもんで、だから今あんた沖縄の問題だってさ、鳩山さんがどんな気持ちで解決するつもりか知らないけども、今のところやっぱりアメリカのあんた傘下に入っていかないとね、周りが周りだからさ、やっぱり脅威ですよ。アメリカとうまいことを同調していかないと、その左官の手に職はニューギニアにいた時は何か役立ったことありましたか。ない。ニューギニアはない。だね、一応器用は器用だったか、しょっちゅうあっち行ったりこっち行ったり刺されたもんだから、家を作らなくちゃいけない宿舎、はい、そういうことやるのはね、同年兵で丸永っちゅうて、宿毛の方に、南上の方にいた同年兵が、これが大工隣なんですよ。大工って彼がいたもんでしたから、私も結構器用なもんだから、それと二人でね宿舎建てたりなんかするのはもう
本当に簡単で作ったんですよ、はいはいはい、だから何回移動してもねパッパッとできちゃう。同じ中隊には愛媛の人もたくさんいたんですか。いやいや愛媛の人が3分の1ですよ。約3年兵がほとんど愛媛だから、2年兵が福島県、はい、2年兵が福島県、はい、で3年兵が兵庫県、あの初年兵が兵庫県、だから兵庫県の人が一番死亡率が多かった。はやっぱりね初年兵っていうのはあの気力も体力もないんだねやっぱり、はいはいはい、うん、だから初年兵が一番ねあのもう苦労もしただろうけどもあの慣れてないからね、うん、軍隊っていうのは慣れてないから死亡率が多かったでしょ、うんうん、じゃあまあその部隊にいた時は同じ同郷の人が周りにはたくさんいて、そうなの、東京に出身者っていうのは何人かね、あの巡り部隊っていう編成した時に、うん、よその部隊から何人か補充してきたから、うん、そういう中にはあの北海道出身者もいれば、うん、東京出身者もいるしね、いろんな国の出身者が一緒に入ったんですよ、うん、私なんかあのあれですよ、あの入隊して1年は今やにあの初年兵教育受けて、それから1年の2年の初め頃になったらもう譲渡兵になっちゃったから、今度あの2年兵になった時にはあの福島県の連中をの初年兵を、あの教育するね、教育助手になってるの、うん、で2年兵3年兵はもう私は教育助手が初年兵係やってたから、うんうんうん、そういったらね福島県の連中2年兵の連中が入ってきた時はね、東京からね慶応大学出身の大学生だとか、うん、早稲田大学の大学生だとかいうのが幹部候補生になって、はいはい、だいぶ入ってきて、ええ、私の班にも、私は景気班だからね、うん、まあ苦労したけども景気班だったから、あの景気班にね3人かにね、うん、大学生の幹部候補生が入ってきました。あ、だからそいつなんかもう最初の3ヶ月っていうのはビシビシ教えてやった、ピンピンタもつって、ね、やっても構わない、だから今私らの代だったらだいぶあの私的制裁っていうのがやかましくなってね、うん、あのそういう無茶なことはやりませんでしたけど、うん、私が初年の時は随分あのまだ厳しかったですよ、うんうん。